くじり禁煙大使、我々みたいになるなぁ。しくじり、タイム。今回は、イラクの禁煙大使、についてやっぞ、ほらやっぞ。前回は、1958年に7月14日革命が起こり、ハーシム家によるイラク支配が終焉したところまでをやった。詳しくは、イラクの近代史を見てね。ハーシム家を打倒したのは、軍部で実権を握る、アブドルカリーム、カーシム准将と、アブドッサラーム、アーリフ大佐で、共に自由将校団を形成していた。自由将校団？トンキン湾事件の動画で、ドミノ理論というのをやったが、一つの思想が起こると、連鎖的にそれが隣国に波及していく現象がある。詳しくは、トンキン湾事件を見てね。1952年7月23日、エジプトでナギブ率いる自由将校団が、エジプト革命を起こした。1958年にイラクで起きた、自由将校団による7月14日革命は、まさにドミノ理論の典型的な例であると言えるだろう。アブドルカリーム、カーシムは、新たにイラクを共和国とし、イラク共和国の建国を宣言した。カーシムはイラク共和国の首相、国防相、軍の最高司令官を兼任し、アーリフ大佐を副首相、内相、軍副司令官に任命した。共和国は軍部による独裁政権か。だが、その軍部もすぐに内部分裂することになる。分裂の原因は、エジプトの自由将校団との関係であった。エジプトの自由将校団では、ナセルが力を握り、スエズ運河を国有化し、第二次中東戦争を起こすなど、その存在感を日に日に増していった。詳しくは、スエズ運河の開通と買収を見てね。ナセルはイスラム世界の英雄と呼ばれ、1958年にはシリアと共にアラブ連合共和国を結成し、アラブの盟主にならんとした。カーシムはこれに反発したのだ。しかしイラク国内では、ナセルの考えに共鳴する者も多く、国内はカシム派とナセル派の分裂状態となってしまう。特にこの当時のイラクの、ナンバー2とも言えるアーリフ副首相は熱心なナセルの信奉者で、カーシムとの間で圧力が生じ始めてしまう。増え続けるナセル信奉者を前に、カーシム首相は強権を発動し、ナセル派を次々と逮捕、副首相のアーリフを裁判にかけて投獄してしまった。これに反発したのがイラク共産党とバース党である。バース党？バースには、復権や復興といった意味があるそうで、かつて世界をリードしていた時期の、イスラムの栄光を取り戻そうという意味合いが込められているらしい。さて、このイスラムが世界をリードしていた時期は、バース党にとってはアラブ人がイスラムの中心だった時期を指しているようで、アラブ民族主義とも近い。それゆえに、ナセルの思想に非常に近しいものがあったのだ。バース党が結成されたのは1940年のシリアで、イラクのバース党は、シリアのバース党のイラク支部といった意味合いがこの頃にはあった。さっきも言った通り、この時期のシリアは、ナセル率いるエジプトと共に、アラブ連合共和国を形成していた。カーシムのナセル派弾圧に対し、バース党はカーシムを暗殺することで対抗しようとする。物騒すぎる。この時実行犯だったのが、まだ若きサダム・フセインだったと言われている。結局暗殺は失敗に終わり、フセインは他のバース党員と共にシリアに亡命した。それでもカーシムに対する反発は強く、各地で反乱、クーデター未遂などが頻発し、カーシムはそれを武力で鎮圧。対外的には、イラクにあった石油会社の利権の大部分を国有化し、イギリスから独立したばかりのクウェートの領有権を主張するなど、対内的にも対外的にも敵を多く作った。そしてその結果、イラクで再び政変が起こる。ラマダーン革命。1963年2月、この時期が、イスラム教におけるラマダーンの時期に当たっていたことから、この名前がついた事件が起こる。事件の首謀者はアフマド、ハサン、アルバクル。バース党の指導者である。バース党は空軍の司令官であるジャラル、アルアワカテを暗殺し、ラジオ局を占拠した。内戦の末カーシムは敗北し、かつて副首相を罷免されたアーリフが新たに大統領に就任した。
バース島のアルバクルは首相に就任したのだが、アーリフはバース島を利用したに過ぎず、ラマダーン革命後には1963年11月のクーデターが起こる。政変が多すぎてよくわからん。ラマダーン革命の結果、要職はバース島が占める結果となったが、大統領となったアーリフはバース島員ではなかった。国の実権はバース島とアルバクルによって握られていたわけだが、アーリフはただ担がれるだけの神輿ではなかったということだ。いろいろとややこしいことになっているが、単純化すると、アラブ主義とイラク主義が対立している構図とも言える。前回も触れたが、イラク国民、という意識でいるものと、アラブ人、という意識を持つものと、ムスリム、としての意識を持つものがいる。これらの思想は似ているようで違い、その違いが争いを引き起こしていると言えるのだ。バース島は、いわばアラブ主義、であり、その本流はシリアであった。これは、イラク国民、というアイデンティティを持つ者たちとの間に軋轢を生んだ。イラクがシリアの支配を受けてしまっている。そう思う者も多かったのだ。大統領となったアーリフは、そう思う者と共に、バース島の排斥に動き出した。そうして起きたのが、1963年11月イラククーデター、だったわけだ。アーリフは軍部を掌握し、バース島に対する攻撃を開始、バース島の本部を爆撃した。バース島の閣僚12人が辞任させられ、バース島政権は崩壊。強烈なナセル主義者のアーリフがイラクの国政を掌握することになる。ところが、このアーリフが、1966年に、航空機事故で泣き者になってしまう。後を継いだのが、アーリフの兄である、アブドッラフマーン、アーリフだった。この人物も強烈なナセル主義者で、翌年に起きた第三次中東戦争にも参戦。しかし内情は非常に不安定で、1968年7月17日、再び政変が起こってしまう。奴らが、バース島が帰ってきたのだ。バース島は電撃的にラジオ局と国防省を占拠し、アブドッラフマーン、アーリフは大統領を辞任した。その後アーリフはトルコに亡命し、イラク共和国の実権は、バース島と、アルバクルが握ることになる。バクルは当初、共産主義を弾圧する姿勢を見せたが、後に共産主義を容認するとともに、反米姿勢を見せ、ソ連陣営との協調姿勢を見せた。背景には、石油利権をめぐる争いがあった。バクル及びバース島は石油利権の国有化を狙っており、それが米英の利益と相反したのだった。一方ソ連は、バース島による石油利権の国有化を支持しており、両陣営の接近につながった。イラクのバース島は、反資本主義、反イスラエルを掲げ、アラブ国家の設立を要望し、イラクを支配した。さて、バース島がイラクで政権を握る1年前、エジプトとイスラエルの間で第三次中東戦争が勃発した。戦いはイスラエルの圧倒的勝利に終わったが、アラブ諸国の反イスラエル感情は高まり、1973年には第四次中東戦争が起こる。戦争は当初アラブ連合に有利だったが、途中から戦局は変化。イラクを含むアラブ連合からなるオペックは、石油の値段を4倍に引き上げるという石油戦略を発動、オイルショックが引き起こされた。この石油価格の高騰により、イラクは年率 10% を超す経済成長率を誇り、世界2位の石油産出国に躍り出た。だが、一方でアルバクルは順調とは言えず、ある人物の台頭により、その求心力を失っていた。ある人物とは、バクルのいとこであるサダム、フセインである。バクルは極端な縁故主義でも知られており、血縁関係のあるフセインを要職につけた。フセインは独自に秘密警察を組織し、次第にその権力を強化、国内における事故への反対派を次々と粛清していった。気がつけばイラク国内の要職はフセインの息のかかったもので占められ、さらにバクルは病気にかかってしまう。1979年、アルバクルは病気を理由に大統領職を辞し、サダム、フセインがその後継者としてイラク共和国の大統領となる。そして同年、隣国イランでイラン革命が起こった。これによって、親米政権だったパフレイ長が滅び、反米派のホメイニ氏が政権を握る。
これによってアメリカやイギリスの石油メジャーは打撃を受け、その解決方法を探った。さらにアメリカとしては、ドミノ理論を恐れた。イラン革命が中東に波及すれば、アメリカの石油メジャーはさらなる打撃を受ける。そこでアメリカは考えた。毒には毒をもって制す。イランの隣に、ちょうど良い毒があった。アメリカはサダム、フセイン及びバーストーンに、軍事援助を行った。珍しくソ連もサダム、フセインに軍事援助を行い、1980年、イラン・イラク戦争が始まった。同じイスラム国家同士で争ったのかい？キリスト教や仏教に多くの宗派があるように、イスラム教にも多くの宗派がある。さらにイランはペルシャ民族中心、イラクはアラブ民族中心となっている。イスラム教の始祖であるマホメットは、アラブ民族の出身だ。フセインのいるバーストーは、そもそもからしてアラブ民族中心の世界国家の建設を目指していた。と立続けられはするが、結局は利権であろう。古今東西、経済的な利権を伴わない純粋な宗教戦争など、ほとんど存在しないからな。イランも世界でトップ10に入るほどの産油国だ。アメリカ、ソ連という巨大な後ろ盾、イラン革命の阻止という大義名分。1980年、サダム、フセインはイランへの侵攻を開始した。しかしフセインの予想より、イランはずっと強かった。何せ前身のパフレビー朝は親米政権であり、イラン軍の武装は最新のアメリカ式で揃えられていたからだ。さらにイラン人たちの、反イラク、反米感情は非常に強く、イランでは義勇兵が続々と集まり、イラクの侵攻に対抗した。なおこの裏で、中華人民共和国はイラクにもイランにも武器を輸出しており、アメリカも同様であった。ビジネスか。さらに反イラク、反アラブの立場から、イスラエルはイランを支援し、リビアや北朝鮮などがイラン支持を表明、戦いは泥沼化していく。加えて、政変の起こったシリアもイランの支持を表明したため、イラクはイスラエルからの攻撃に加え、シリア経由のパイプラインを止められてしまった。パイプライン？シリアとイラクは、少し前まで最友好国だったからな、イラクで産出された石油を、シリア経由のパイプラインを通して外国に輸出していたんだよ。さらにこの混乱に乗じてイスラエルがレバノンに侵攻、戦いが泥沼化したばかりか、各国に波及していった。80年代前半は世界各国で戦争が起こっており、82年にはイギリスとアルゼンチンの間でフォークランド紛争が起こり、83年にはアメリカのグレナダ侵攻、ソ連もアフガニスタン戦争の途中であった。20世紀は凄まじいね。戦争の世紀、と言われたぐらいだからな。人類史上どの世紀が最悪か、と問われたら、ずば抜けて20世紀だろう。戦争の多さ、暴君や独裁者の多さ、規模、どれをとってもずば抜けている。一次大戦より前の戦争は、基本的には軍人同士が勝手に戦っていたんだよ。それが変わったのはナポレオン戦争からだと言われていて、それ以降は国民による総力戦の体制になってしまった。イラン・イラク戦争は、お互いの領土にミサイルを飛ばし合うなど悲惨で、イラクに至っては、毒ガスなど国際条約違反の武器まで使い始める始末だ。さらに戦争にアメリカが積極的に介入すると事態はさらに悪化し、イランはイラク国内にいたクルド人に反政府活動を促し、フセインは国内のクルド人に対する攻撃を開始。事態を重く見た国際連合安全保障理事会は、598号決議を採択、即時の停戦を求めたが、戦争はまるで止まらず。イランもイラクもお互いのタンカーを攻撃、アメリカ船籍のタンカーも攻撃を受けたことから、アメリカはイランの油田を攻撃した。この攻撃が石油不安をもたらし、1987年のブラックマンデーを引き起こし、日本のバブル崩壊を引き起こしたと言われている。日本の景気は中東の情勢に左右されるか。日本だけじゃないさ、石油は世界を動かす。なおも戦争は終わらず、アメリカは湾岸各国に武器を輸出しまくり、さらに中国も中東各国に武器を売りつけていた。こやつら。この二つの国が、
現在世界の覇権をかけて争っているのだからな。力こそパワー。イラン・イラク戦争が起こってから約8年後の1988年、ようやく停戦が実現した。停戦から1年も経たない1989年6月、イラン側の指導者であるホメイニ師死去。1990年にはイラン、イラク間で国交が回復している。ひとまず一件落着だね。いや、イラクが本当に大変なのはこれからだ。何せ、これだけ支援に回っていた超大国アメリカ合衆国が敵に回るんだからな。といったところで、今回はここまで。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。